G410 です。LSX G410 の、まあ、ある意味本命って言われてますけどね、もともと G400 の LSTEC ユーザーでございますので、とっても気になっています。シャフトがツアー6号シャフトの S シャフトです。さあ楽しみです。てか自分が一番これ楽しみにしています。ガンガンライナースピン少な、これやばいね。226、おお、ネットいったー。やっぱね、ネット行くと嬉しいんだ。おこれ次第、いらねえんじゃねえかぐらいいいね。これバランスがバッチリじゃないですか、これ。もともとほら、G400LS テックがあまりにも名機って言われてて、それを超えられないから発売時期がずれたわけですから。あれですよ。理想より飛んでますよ。トラックマンの最大理想値より飛んでるけど。いや、これ来たね。これ擦ったです、フィール側。まあでもあんなもんな、開発陣頑張ったね。ちょっと待ってください、ちょっと 2,3 ヶ月待ってください、必ず超えますからって言って。いや、超えたんでしょ。前作を超えないと発売しないっていうメーカーさんですからね。本当に超えんの大変なんじゃねえの。そう、本当に超えんのねって。だってこれがなかったやつをこれつけてる時点で設計ね、結構やり直しですもんね。重さの配分とか。あとじゃあ低スピンにしてから飛びますじゃあ、はい、多分納得しないからね、皆さんね。いやー、見つけた。よくやった。ちょっと期待値が一気に上がってしまったんで。ちなみに鈴木愛プロが、はい、サントリーレディース早速お使いになられて優勝、宮里愛レディースで優勝。ピンの契約プロの方々っていうのは本当にその発売前にちゃんとペッて優勝しますよね、うん、ですごいのがシャフトが純正のアルタ CB、 あの赤い柄の赤いやつ、 SFT とかに入ったやつか、うん、アルタ JCB、純正のまんま使ってるプロって結構ピンの契約、特に女子は多いですよね。男子はまあ結構カスタム、でもヒメネスかなんかがこのシャフト使ってましたけど、そのね、ツアーのシャフトは、はい、プロでも結構入れてる方がまあまあいらっしゃる、ね、そう、やべえこれ。ネット、いやー、ネットに行くと嬉しい。あ、すごいこれ。これこの間ドライバー3本でエース企画やったばっかりですけど。でもコメント欄にも、はい、LSTEC ね、うん、業検討しますよねみたいな。当然検討してます。検討すること前提です。多分ね、変えることまで多分見透かされてると思う、はい、これに、はい、もともとだから 400LSTEC を使ってました。でピンの方とも話してて、いや LSTEC の発売ずれるんですよ、でもどうしますかって言われて、うん、でもじゃあつって410をオーダーしたんですよ。ちょっと俺のヤフオクのやつもちょっと売ってください。ヤフオクのやつってスタッフの俺の私物コーナーG400 そんなの興味ねえって言ってたLSTEC で 661TRX が入ってます。ロフト増やしてますけど、これこのままでいくの。なんでハードなやつにすんの。あ、でも梱包じゃないよ、グリップが。よし
これやめよこれ。意味ねえ。ちょっともうちょっと打ってる間に、そう。あのちょっと変えましょうか。どっちが先がいいですか。俺の私物コーナー。でもいい数字出ます。初速はね。いいクラブですよ。石田先にフェードと先にドローどっちがいい。先にフェードで。でも LS テックをフェードにすることは多分ないんですよ。あと来角も俺後でいじる。 LS テックでウェイトをフェードに捕まんなくしたんですね、うん、なんでなんでラインナップの中では一番捕まらなくなった。あ、カチャカチャ的なことをしろよと。カチャカチャの効果を。であとなおかつここは変えてないから、ここはまたプラスアルファなんでしょうけど、まずヘッドのウェイトだけ変えましたよ。そうでもない、捕まりは抑えられましたよ、多少、うん、ちょっとフェード系どんどんストレート。このポジションは必要ない。僕あのフェードポジションにするとこうやって落っこちるように感じるんですよ。そうだから右向くっていうよりは上向いちゃうっていう感覚が強くて、それで結局スピン増えちゃうよねって僕なんかは思っちゃうんで、捕まえたくないんだったら逆にフラットにしたいんですよ。まあでも初速も出てるしスピン量だけですね、これ問題は。ドローにしました。危ない、言い忘れました。プラスもドローにしてるプロが結構多かったですからね。そうですね、僕なんかもずっとドローにしてましたけど。球は低くなりますね。これは今僕がやらかしたやつ。でも数字はいいんですよ。スピンはでもね、減るんですよ。すごい嬉しい。正直言ってプラスだとやっぱスピン量がちょっと多いんですよ。だからアゲンストのホールとかでちょっとなんかこう、戻されてる、風に負けてるよって感じがあるんですけど、いやこれは発売が7月頭最初の週、いや G400 の LS テックを使ってた人はもう絶対おすすめです。まんま普通に付け、まあスリーブが違うんで付け替えちゃえばいいじゃんって言えないんですけど、400を持ってて410をちょっとこうステイしてて待ってたんだよねっていう人はそのまま乗り換えればいいと思いますし、ぶっちゃけ400のまんまで、まあなんだろうな、そんなにアジャストしなくて今ハマってる人はそのまま変えなくてもいいか、もともとねいいクラブなんですよあれ。だからほら400使ってる人は 400LST 使ってる人はどうなんで変えたら飛ぶのかよっていうのをみんな気にしてるわけですよ。なるほど、飛ぶのかよ、曲がんないのかよ。まだまだ数発しか打ってないからね。もうちょっと打たせてっていうことですね。まずでも調整幅が大きくなったのに400のそのまんまの完成度は維持してるので大変なことですよね。はい、それってすごいことだと思うんですよ。あとはもう本当にあの上って重いですからね、ちっちゃいけど。ちょっと右手のボールが全然吹けていかないので、あれってほらクラブによってすごい距離が落ちる球じゃないですか。 G400 の時の打感と比べると僕はこっちの打感の方が好きかな。 1.51、71.7 なんですよあの球で。ああ、それは出てますね。めちゃめちゃ優秀。いやこれ見たらいや買おうよってなるだけですよね。いい球。これは最強クラスだな。だちょっとフラットにしてみましょう。実際その一発飛ぶのよりもまずここにストライクゾーンの中にっていうのが最優先なので。初速出てますね。ずっと 1.51。 すごいよ。だって開いて当たってるのに初速出るんだもん。あの今これがフラット。
ネックのカチャカチャでフラットになりました。フラットにしてドローポジション。はい。これ G410 プラスで多くのツアープロが、はい、試してる、よく使って採用してるポジション。G410 プラスよりも LS テックになると元々の基準がフラットですよね。大学のそもそも初期設定がよりフラットになるってことですよね。強烈。曲がんね。曲がんない。これいいわ。これ楽しくなってきちゃうやつですよ。叩いても巻かない。本当に300超えないよね。これもういやこれも今年打った中では相当最高クラスですよ。はい、いややっぱりこのフラットにしてドローにするっていうのが、はい、やっぱりなんか一つのパターンですよね。いいバランスですね。ノーマルもすごいいいけど、いやこれ何もしないのが、ね、これポテンシャルすごい。本当に曲がんない。よく作ったね開発陣。いやこれすごいよ。悩ましいっすね。こんなにいいグラブいっぱいあると。ダメだ、またピンばっかり褒めてるみたいな。契約プロじゃないか書かれちゃうんですね。良くない。今日打ったドライバーでこれよりもクラブスピード速いのいっぱいありましたよね。うん、今日は粒揃いだね。今日の発言、このウェアの回は粒揃いです。深い意味はないよ。はい、たまたまです。曲がんないんだもん。だってやっぱりフラットにしてる分手元が低くなってなんかスイングが良くなるんじゃないかな。曲がんないよこれ。素晴らしくいいね。結構ぶったたいて暴れないんですよ。ちなみに空力は感じますか。空力ね。空力のことばっかり言うようです。申し訳ないんですけど僕が鈍感なのか。僕は空力は一切感じません。曲がんない。文句なし。こんなもんでいいですか。いいじゃないですか。もうよくわかりましたよ。とりあえず300いかない分は悔しいですね。何回打ったかすぐしかいかない。これでなんとか300飛ばしたい。ダメだ、出ない。いやでもすごいよこれ。このクラブすごいのはあの球でね、あの球が飛ぶのよ、うん、ね。あのちょっと吹け上がったちょっとフェース開いて当たってる球がキャリー270出てスピン3000で収まってるんですよ。73っていうことですよ。これ捕まえたらすげえなんかこの数字が出るんじゃないかっていう期待が。ちょっと暴れたあんな感じ。ドラゴン選手みたいな。惜しい惜しい。ポジションはどこが気持ちいいですか。いや僕この多分フラットドローディ。それかノーマルにするか。いやでもいい数字でしょ。お疲れ様でした。いつもしだるテレビをご覧の皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございます。再生数が伸びてスタッフ一同、とても喜んでおります。ありがとうございます。ありがとうございます。今回またピンゴルフジャパン様より、プレゼントを、協賛いただきましたので、皆さんにまた抽選会をしたいと思います。ドライバーに、
G410 のドライバー、LS テックのドライバーですね、そちらの動画の方に、コメント欄にまた、例のごとく、プレゼント希望ということでコメントいただければと思います。動画の感想もいただけると大変喜びます。こういうリクエストがありますとか、いつも楽しみにしてます的なことなんかこう一言二言添えていただけるとよろしいんじゃないかと。別にそれで抽選確率当選確率が上がるとかではないんですけど、はい、それは変わらないんですけど、はい、でまず G410 のキャップすごい3つ3名様にキャップをプレゼントしますので、キャップ希望って書いてください。色は選べません。続きましてヘッドカバー、ドライバーのヘッドカバーです。買うと3000、4000しちゃうやつですね。ドライバーのヘッドカバー希望と書いてコメントをいただければと思います。はい、そしてこちらはスリーパッドしないっていうマークの入ったパターカバー、もう一個あるんですよ。パターカバーがもう一つあります。じゃあパターカバー右ください。パターカバー右、はい、パターカバー左を希望って書いていただいてコメントをいただければと思います。ここにこうプレゼント。はい。ピンゴルフジャパン様ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。また他のメーカー様のあのプレゼントの協賛もお待ちしております。